クリスマスの休戦を祝う両軍の将校ら、クリスマス休戦の最中に行われたサッカーの試合について報じる記事クリスマス休戦とは、第一次世界大戦中の1914年12月24日から12月25日にかけて、西部戦線各地で生じた一時的な停戦状態である。この日、最前線で退治していたドイツとイギリスの兵士たちが、 共にクリスマスを祝ったと伝えられている。クリスマス休戦が発生したのは、第一次世界大戦勃発からおよそ5ヶ月が過ぎた1914年12月のことである。戦争が予想よりも長期化しつつあったことから、この頃までにいわゆる、持ちつもたれつの雰囲気が前線に広まっていた。すなわち、戦死者の回収及び埋葬や、残酷の修復などの作業を行う際、 互いに短期間の停戦を行うという認識が暗黙のうちに生まれていたのである。また、戦争の長期化は備蓄物資の枯渇も招いており、両軍とも春までは本格的な軍事作戦を停止すると決めていた。クリスマス休戦は主にフランドル地方に展開する英独軍の間で生じた。公的な停戦ではなかったため、クリスマス休戦は様々な形で始まった。 例えば、ある地域に展開していたイギリス軍将校、アルフレッド・デューガン・チャターによれば、クリスマスの日の朝10時ごろ、残豪の胸壁越しにドイツ兵が手を振るのが見えたという。それから、次々と兵士たちが残豪から這い出ていき、自然と停戦状態が生じたのである。フランス北部で戦っていたイギリス軍将校、チャールズ・ブレイワーは、クリスマスイブの夜に、 ドイツ軍の残酷の中で何かが光るのを目にした。ゆっくりと頭を上げてみると、輝いていたのは飾られたクリスマスツリーであり、さらにドイツ語で、清よこの夜を歌うのも聞こえてきた。これを聞いたイギリス兵たちも、英語で、清よこの夜を歌った。そして、夜が明けると、両軍の兵士がそれぞれ残酷を出て、停戦状態が生じたのだという。英国の将兵らは、 クリスマス休戦の最中、両軍の戦死者のいくつかの地域では、鉄条網と砲弾穴に囲まれた残豪間の無人地帯で、サッカーの試合が行われた。まともなボールがなかった場合、空き缶や小さい土納が代わりに使われた。停戦の発端は、多くの場合ドイツ側だったという。これは当時ドイツ軍が優勢で将兵らに、精神的な余裕があったことに加え、 戦前イギリスで働いていて、英語を話せる者が多かったためである。ほとんどの地域において、日没とともに停戦状態は終結したが、一部では元旦まで戦闘状態が停止していた。一方、クリスマス休戦を快く思わない者も,も少なからずいた。それは例えば、戦友を殺した敵を許せない将兵や、戦意の低下を危惧する高官らである。 当時上等兵として従軍していたアドルフ・ヒトラーは、クリスマスを祝おうとする仲間たちを戦時中にこのようなことをするべきではないと叱りつけたという。停戦が生じず、戦闘状態が継続した地域もあり、クリスマスを祝おうと残酷を出て殺害された兵士も多数いる。また、1914年末の時点で、イギリス海外派遣軍は連合国軍の主力ではなく、 クリスマス休戦が生じた地域は、西部戦線全体から見れば、ごく一部であった。連合国軍の主力であり、なおかつ国土が戦場と化していた、フランス、そして国土が占領下に置かれているベルギーの兵士の、多くは、ドイツ軍とクリスマスを祝おうとしなかった。その後、ビーフ司令官、ジョン・フレンチ将軍は、このような非公式の停戦を今後認めない旨を、言明した。 ドイツ帝国陸軍参謀総長、エーリッヒ・ホン・ァルケンハイン将軍もクリスマス休戦を受け、持ち場を離れ敵陣に向かおうとした者は撃てという旨の命令を発している。1915年以降のクリスマスにこうした停戦が生じることはなく、1918年の休戦まで戦闘状態が継続することになる。ザリアルストーリー・オブ・ザ・クリスマス・トゥルース。 インペリアル・ウォー・ミューズアムズ、2015年9月8日、閲覧。ABC、デアワイナッツオフリードンウォーカイナー。NZZ ニュース、2015年9月8日、閲覧。AB、奇跡の、クリスマス9000から100年、英軍将校の手紙公開。アフプブ、2015年9月8日、閲覧。ABCDEFG、ワールドオーアイエスクリスマス・トゥルース。 100 years ago.history.com 2015年9月8日閲覧インゲガンケンアンデアフロント。トーネスサイトゥング2015年9月18日閲覧。ウィキメディアコモンズにはクリスマス休戦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。